この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。よっしゃー、私はこういうものです。私はこういうものなんです。あなたがどう思うか一向に構わないんです。私はこういうものです。私はこういうものなんです。あなたがどうしようが一向に構わないんです。心の私はこういう顔なんです。あなたがどう笑おうが一向に構わないんです。私はこういう体です。私はこういう体なんです。あなたがどうバカにしようが一向に構わないんです。この世は老いも若きも男も女も心が、yeah! yeah! yeah! 私は超能力者じゃない。私は宗教家でもない。ただあなたの願い事を叶えたい、それだけ。それはそうと、あなた、新しい教官ですか？あ、いえ、違うんです。私、こういうものなんです。心の隙間、お埋めします。あなた、お帰りは？いつもの通りだよ。ほら、錦ちゃんも、パパにいつもご苦労さんって言いましょうね。ご苦労ちゃん。行ってくるよ。私がこの絵に描いたような平和な一家を最初に見たのは、偶然そこを通りかかったからでありました。綺麗な奥さんと可愛らしい娘さんとの何不自由ない非刺激的生活、胸が痛みます。あれほど言ったのに、一日に何粒もユウム糖を飲みましたよね。それはあの いい夢が見たくて。どうすれば？もう手遅れです。あなたは夢に支配されるのです。支配？そうです。待って、現実が夢に支配されていくのです。あなた約束破りましたね。あれほど世間的な力関係を持ち込まないようにと忠告したのに。これはあの違うんです。言い訳は無用ですよ。すみません。ですから、もう立場や権力を考えなくても良くなればいいんです。社長として何一つ考えなくていい。ストレスを感じなくていいんです。ダー別野さん、やっぱり特別な感情を抱いてしまいましたね。
人の心の隙間を埋めるのはそう簡単ではないのです。だから言ったじゃありませんか、そこには決して見失ってはいけない、決して踏み越えてはいけない線があるんですよ。私の名前はモグロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン。お客様に喜んでいただければそれが何よりの報酬。皆さん、心に隙間があるときはいつでもバーマノスにお電話を。あなたの心の隙間お埋めします。ドーン。What are you selling?